が高くて砂糖だふぅということで、来ました今日は真面目な動画なんですけど。また会った大阪のナンバに、なぞなぞカプセルポケモンカードでボロ儲けしようとしてる闇暴きたいと思います。やばやば鬼銀城です。暴いていくよ。はい。一応こういうのが、開けますね。空襲やこれ、こういう感じで入ってて、はい、もうそれ一応もう15個開けてきました。で、このダークカプセル、これ闇暴いていきたいと思います。はい。で、1回600円。おかしいっすよね。600円で何買える？ 600 円あったら、ちょうど600円で、ちょっと熱いな。すいませんね。ちょっとファブリーズ感じてきます。600円あったら、あれですね。6人に100円あげれます。はい。いきますね。もう早速いくよ。もうこれ嘘でと思われた家がノーカットいきます。3、2、1、トン。なるほど。え、めっちゃ強いやん、ポケモンとして。バンギラス海竜、これレア？まあレアじゃないですね。はい。この感じ、まあなんか SR の女が高いですよね。ダメですね。もうこんなんすよ。600円やで1個いくけど、全然あなんていいと思うで。まあリターンはしないと、ね、うん、もう全然よこんなん。闇よ。ただ光ってるカード入れてるだけやね。え、これひどいよ。ちょっと待って、ダークライト、ヤドン。どういう関連性？ヤドラン。まあダークライト好きやけど。ほんまただ入れてるだけなんですかね。え、もうダークライト2体機だよ。え、マジでないやん。え、ほんまにもうこんなんすよ。ゴミカードっすよ、ぶっちゃけ。こんなんで、ボロ儲けしてる闇しか感じないですね。え、もう行くけど、こっちもサブってこと？こっちに当たり入ってってこと？パックに。そう、600円のパック、え、1個もないよ、マジで。600円でこれ1個みたいな、それぐらいの価値ある？いや、ないと思う。え、そんなことある？これもうゴミカードやん。合わせ買いさせて。え、これやばいって、ちょっと待って。え、1個も当たらん？このスピード感で言ってるけど、これ1個もあったな。パーモットってもう見たことないポケモン。これポケモンじゃないですね。え、何そのキャラ。いや、ほら初めて見た。えほんまに人間出えへん、飛び出してるやつとか出えへん。だずっとこのフリーザ何、R しか出てない。もうはい、終了しました。もう神終わり。ちょっと待って、ちょっと検索していい？このパック何円で売られてるか。もうここでも闇わかります。1パックとか安い。1パック安いイメージしかないけどな。10個で5000円ってことは何ぼ。10個で5500円。闇山鬼銀城でした。これサーチされてる可能性あるからね。まあ確かに、うん、だってもうその闇ちょっと暴いていくよ。これでマジで、うん、一個も切られへんかったらマジサーチあるからね。ラルトス、海クラゲ、砂ペビ。あ、これやばいよ。これだってこいつ2体出てますもん。これサーチありえ、もうこのノーマルしかない。え、こんなことある？え、キラ1枚入ってるかな今の時代って。いやもうこれ入ってるでしょ。あ、これガチでや。あ、待って、来た、コイキング。いくで、3、2、1、ドン。全然やん、これ全然でしょ。これガチでサーチあるって。だってこれとかサーチできへんな、飛び出してないもんな。そう、闇感じてるよ。ビンビンよ、闇センスはビンビンよ。もう全然やで。ほう、このなんかこんなやつ当たりました。え、これいいの？これマジでダメでしょ。え、これさ、俺分かったわ。ゴミで、これ、外れな。これさ、こっちに当たりたぶん1個も入ってない方入れられてんで。意味わかる？の相方で言ったら、緑のやつやねん。あー、なるほど。うん。多分画像出してるわ。うん。あ、岩のやつですね。そうそうそう。で、これの相方ってこれじゃないやん。だから、お互い外れのパックの方入れられてんねん。えぐ。これ、えぐない？あ、確かに。そう。あ、もうまあな、結構 TikTok とかで見るけど、ああこれスノーハザードやったっけ。ああ安い方やもん、パック、ほら箱が、ほら
荒木銀次郎でーすな、マジでこれ闇やん。今もさ、もう騙しやん。安いパックのゴミしか入れてないやん。え、こっちやったらなんじゃもんじゃ当たらんかなんかやったよな。当たれへん。うわ、えぐっ。ガチ詐欺や。住所貼ってます。売ってる先の住所こちらです。2兆円持ってるお前。2兆円貸してくれ。いろいろあってさ、最近。え、ちょっと待って、マジで。え、これほんま、待て。これガチでサーチあるで。だって見て、こんだけ開けて。めちゃくちゃ見て、まあ、見て、これだけやで。うん、この。これも安いけどな、多分。え、これガチエグ。ほんまにサーチ済みや。え、ガチサーチされてる。本気で。ほんまにサーチされてるで、これ。誰？なんか慣れへんかった音。うん、右の傘ごそ。え、別に傘とごその違いはどうでもいいよ。ならんかったガチで。いや、なんかなった。おい、おるの誰だ。こう言ったらお化けどっか行くんで、皆さん参考にしてください。これガチサーチ済みや。やってる。ほんまにサーチ済みや。これガチで悪いで。やってるわこれ。え、これだってこんだけ出てゼロはなくない。ゴミしか出てんの。え、それはなくない。さすがにこれガチやってる。これほんまにやってんで。ジュース貼ってます、マジで。もうで唯一見てこれだけ。あ、トリップ B、レッド B。 これちょっと最後いくわ。え、これは高いん。ちょっとトリップレッド B とはちょっと前になんか売られてたやつ、なんかいっぱい開けてたやつですよね。エマイくんちで。マジでゴミ。お前か。え、こんなはずで出ることある？サーチってできんの？現実ではありえてるってことやんな。だ。見て、もう飛び切ってないから、結局。結局枠内やから、これも。なんかいろいろあるらしいですけどね、なんか重さでやったりとか、うん、あとなんかライトで中身が見え分かるみたいな。ガチサーチやろ。これも当たらなかったサーチっすよ。ラストだったもん。で、多分これライトでやっても中身ゴミやから、早くこっちみたいな感じでしょ、キラでも。いや、ほんまにそうやで、多分。だってほら見て、ないもん、これだけ。うん、飛び出してないね、結局。結局枠から超えれてないから。2次元から3次元、3次元から4次元超えてないから。これラストね。これラスト。しかもいっちゃん期待のあるパックですよね、多分。でも1枚ずついく？1枚ずつ食わす。食わす。ウルガモス。次ね。次。ああ、これやばいわ。そらぼや騒ぎも起きるで。当たったの3枚。これ世論許しませんよ。闇暴き銀次郎でした。